TBS 系サンデーモーニングにゲスト出演した元中日監督の落合博満氏は、ピッチャー大谷に注目したいですねとコメント。司会の関口博史氏に、どれぐらい行きそうだと思ってらっしゃいますと聞かれると、最低でも16、17勝は行くんじゃないですかと落合氏は即答していた。それは所属がエンゼルスではない時の話だろ。後ろがしっかりしてればの話だね。普通の球団なら正解やろな。それなりに強いとこならそれぐらいは間違いないんだけどな。落合さん、今のエンゼルスの現状わかってるのかな？監督の采配、ブルペン、エンゼルスの守備力を踏まえたらかなり高いハードルなんだが。実際数字以外見とらんからな。直江で何個消えるかな。直江が素晴らしい活躍してますから、勝ち星数が増えそうな気がしますけどね。なかなか効果的に自援をできんしな。エンゼルスほんまもったいないよな。あともう少しなのに。実際は9勝くらいやろな。去年15勝してるんやぞ。それはそれでエンゼルス舐められすぎやろ。敗戦のバリエーションが昨年とは比べ物にならないほど豊富だからな。そもそも何勝っていう考え方がもう昔の人だなって思う。エンゼルスじゃ何勝潰されるかわからないし、クオリティスタートと一歩を見てほしいですね。勝ち分けされるからどっちかというとどれだけ負けるかだな。このチームでは15勝が22勝に値します。中継ぎより基本的な守備に難があるのが一番の問題です。一度打撃練習はやめて守備練習だけをすべきだと思います。やっぱり記録を残したいなら強力なブルペン陣、ストッパーを持つチームに移籍すべき。やっぱり大谷は二刀流で世界一を狙えるチームに移籍してほしい。今年は故障なくシーズンを乗り切ってすごい契約を勝ち取ってほしい。